こんにちは、グランピーです。タイトルにある通り、今日はサーリーの空手モンキーを紹介します。で、まあ、このオーナーさんなんですけど、まずオールシティ大好きな人で、確かグランピーに来たのは4年前ぐらいだったんですけど、オールシティの、マッチョマンディスクって、あのオレンジ色の自転車を買ってもらって通勤してもらってて、で去年か一昨年ぐらいに、それをやめて、スペースオフディスクにして、でグランピースタイルで前かごつけて、前キャリアつけて通勤をしました。でまあ多分こういう時期なんで、YouTube 見る機会が多くなったと思うんですけど、その人も、YouTube 見すぎて、やっぱ次は空手モンキーで通勤をしたいっていうんで相談を受けて、そしたらちょうどいい感じでこの中古の空手モンキーのフレームが入ってきて、組んでますが、これです。サーリーの空手モンキーです。でフレームが S サイズになります。で、まあ、今後この方は、まあ、通勤で、まあ、お弁当を、まあ、運んで通勤したいっていうんで、まあ、バックパック、まあ、あとキャリアはつけないと思うんですけど、今バックパックを今いろいろ検討中です。で、まあ、ついでにもう先に紹介しますけど、この空手モンキーにおすすめなこのタイヤがあります。このサーリーのこれで、空手モンキーは 27.5×3.0 と 29×2.5、 このタイヤが入ります。これつけたらここです。で昨日まあ実験的に、まあ、つけたらこれちゃんと入りました。これはちなみにこのホイールセットは大阪に送ります。この人も、空手モンキーのオレンジ色乗ってて、まあ、そのうち SNS でまた上がってくると思います。です。じゃあ一旦これ置きます。でなんでそのマウンテンバイクが通勤にいいかっていうと、ちょっと僕らも理由がよくわかんないんですけど、ですね、僕も高校の時の通学の時は実際マウンテンバイクで通学してたりとか、やっぱなんかそのこう形が、特に広島は線路とかその車道と歩道の上がる段差がまあ多いんで、まあ、こういう太いタイヤがすごい大活躍してくれます。だからロードバイクとマウンテンバイクと用意ドンで例えば10キロの通勤をした時に、正直その5分ぐらいしか変わらないと思うんで、だったら楽で楽しい通勤の自転車を選んだ方がいいと思います。という感じで、じゃあ詳細を説明していきましょう。まずこのハンドル周りはこの、レンサルっていうこれを使ってます。それこの前 YouTube のコメントにカメラマン持ってくれってコメントがありました。これレンサル、これ、はい、今日は寄り気味で、はい。でヘッドセットは通常だとインセット7っていうのを使うんですけど、もしサスペンションを今後使わない人は、インセット8っていうこのストーンとした方がこの辺がシンプルなので、これもおすすめです。でもし今後サスペンションフォークつけたいなっていう方は、このインセット7って言って下がボコってなってるヘッドセットを選んだ方がいいです。はい、でタイヤはWTB です。 WTB ちょっと日陰になりますね今日は。でどうやら WTB で、27.5×3.0 っていうタイヤが廃盤になったようなので、今回は 2.8 をつけてます。で、まあえて今回は、チューブ入りにしてます。で注目なのは、まあ、このクランクですね。じゃあちょっと僕下がりましょうかすいません。クランク、ホワイトインダストリーズの M30 のマウンテンバイクのクランクを使ってます。でもう一個注目なのはこのシマの SLX、 これの、12段を使ってます。多分12段のギアで、シマノのギアで組んだのはグランピー初じゃないかと思います。これ SLX の12段になってます。で12段になると確かもうちょっと大きいローギアが選べるんですけど、まあ、通勤だとそこまで使わないってことで、今回 45T にしてます。今回も僕のおすすめで組ませてもらってます。で、まあ、どういう音がするかっていうと、なんかこの静かな音がします。で引っかかりもラチェットもいろんなところで引っかかるので、例えばもう今はやんないかもしれませんけど、トライアルしたりとか、そういう人にはこういうラチェット多い方がいつでも引っかかるからいいかなと思います。です。
もなんか昨日のだからこのタイヤを見てですね、もう一回タイヤ紹介します。でこれはちなみにチューブレスにしてて、でこれは、なんか横がすごく強く作ってるみたいで、パンクにも強いし、あとは昨日池田くんの話だとこれ雪の上を走れるそうです。でこれはなんと1本1万円します。でもし空手モンキーで、まあ、通勤すごくいいと思うんですけど、空手モンキーで通勤する人はこのサーリーのこのタイヤを使った方がいいでしょう。ちなみに今回グレー色にして、これ1本1万円します。まあ、今シーラント入ってるんで、で施工も簡単で、このベロシティのリムとどうやら WTV のタイヤが相性があんまり良くなくて、はめるときめちゃめちゃ硬くて入らなかったときがあったんですけど、これはなんかすんなり入ってあの作業しやすかったです。でこのタイヤを使いたいためになんかマウンテンバイク1台組みたいなと昨日思いました。という感じです。でちなみにこの空手モンキーなんですけど、まあ総額でだいたい多分40万円ぐらいはかかってると思います。まあ、一部っていうか、まあ、中古の部品使ってるんで実際かかった金額はもっと低いんですけど、もしあのこんな風にしたいっていうのがあればだいたい40万円ぐらいでいけると思います。で、まあ、全国発送、あと通販、グランピーに来なくてもあのグランピーローン使えるので、あのその辺は相談してください。でもし空手モンキーを県外に発送する際は、送料がだいたい2万円から3万5千円ぐらいかかります。そんな感じです。まあ、未だ人気の空手モンキーなんですけど、あのやっぱマウンテンバイクで通勤した方がロードバイクよりも楽しいと思うし、楽しさを求める人は空手モンキーで通勤をしてみてはどうでしょうか。という感じで今日は終わります。